上浦元明は、日本の軍事ジャーナリスト。広島県世羅郡世羅西町出身。被爆2世。広島県立世羅高等学校、陸上自衛隊少年工科学校、広島県立広島国体児高等学校定時制、卒業。写真専門学校を中退後、報道カメラマン等を経て1977年に、幼い博らと共に、軍事学セミナーを発足。その後、週刊プレイボーイ誌などで、軍事ジャーナリストとしての活動に入る。2004年4月から2005年3月まで放送されていたホット N ホットお気に入りに追加の木曜パートナーとして出演していた。手製爆弾、改造エアソフトガン等新種の犯罪についても積極的にコメントを寄せていた。趣味はヨット、マラソンで2007年のホノルルマラソンでは完走した。2016年5月4日、肝臓がんで死去。故上浦元明同期生の訃報について、伊豆12期生のブログ2016年5月11日閲覧、防衛省幹部を GPS で監視や石橋、嫌ならやめろ、J アルカーム2007年11月2日。平和な時の軍事専門家の生活を教えてください。J アルカーム2006年2月10日。J ウィングの原稿ができるまでを教えてください。J アルカーム2005年12月21日。J アルカーム2003年5月2日。J ウィング2005年5月号、108ページ。ありがとうございます。